誠に申し訳ございません。今回の山里亮太のテラスハウス山チャンネルは、本編があまりに幸せすぎたので、怒る場所が見当たりませんでした。お休みとさせていただきます。誠に申し訳ありませんでした。一応喋りますけど、もう無理やり噛みつく感じになるよ。隼人君がね、リコを築地に誘う、ね、それに対して僕はですね、あ、競りとかを見せるのかなと思ってしまったんですけど、どうやら魚介を食べるそうです。で、三社祭りでね、アーマンがみこしを担いできたんですけども、神様びっくりしたろうなとかですね。さあ、こんな感じで今の説明で僕の中でも番組の半分過ぎましたからね。であとはね、隼人にね、美咲ちゃんがいつか誰か好きな人ができた時にね、作るためにハンバーグの作り方を教えてもらってましたね。まあ、それはいいんですけども、まあ奇跡のつながりでね、その後久しぶりに出てきた地球のネタがですね、オチがハンバーグを作るやつだったことに、ああ、なんか東野圭吾の小説みたいだなって思って。すげえ、あ、ここつながるんだ、ここつなげてきますっていう驚きがあったっていうことと、あとリコピンの照れる時の笑い方が関節決める時の藤原組長に似てるなって思ったけど、へーって言うんでね。 皆さんもう一回見直しする人はですね、リコピンの照れる時の笑い方は、藤原組長の笑い方に似てる。以上です。さよなら、すいません。